こっち。そこまで待ってない。珍しいな、お前がおしゃれなんて。俺のために気合い入れてきたお前らしいな。おしゃれなんかしなくても、お前はそのままでも可愛い。てか、そろそろお前が行きたがってた店開くんじゃないかほら、行くぞ。 手ははぐれるといけないからなこれとかお前に似合いそうだけどお前こっち見てねえなどうしたそんなネックレス見つめて何でもないならいいけどんあいつが見てたネックレスって もしかして。俺、ちょっと欲しいもの見つけたから会計してくる。先に外にいて。お待たせ。何買ったのかってそれはお前には教えない。そろそろお腹空いてきたな。俺は特にこれと言って食べたいものもないから、お前が好きなやつでいいよ。 そこのお店のサンドイッチ買って公園で食べたいわかったよ。すみません。卵サンドとカツサンド、あと、フルーツサンドを二つください。お金俺が払うからいいよ。俺はお前の彼氏なんだから、素直に俺の行為に甘えてろ。だから、財布しまえ。 ほら、公園行くぞ。やっぱり、休日だから人多いな。どこか場所お、屋根があるところ空いてる、はあ。今日は結構歩いたな。お腹すいたわかったよ。はい。 君の卵サンド。いただきます。お、お前のサンドイッチうまそうだな。一口くれ。ああ、うん、うん、う、うま <laughs> 俺のも、どうぞ。うまい ならよかったはあうまかったたまには外で食べるのもいいなまだフルーツサンド残ってるけど食べれるかやっぱり食べれないか意外とさっきのボリュームあったし家で食べるか今日うち泊まるだろじゃあそろそろ買い物再開するか とりあえず、この辺フラッとして、お前が入りたい店入るか。ああここら辺おしゃれな店ばっかだな。なんか、喉乾かね俺、ちょっと近くの自動販売機で飲み物買ってくるわ。その日陰で待っといて。<noise> 俺は、これで。 あいつはこれだよなあなんか今変な音がしたな嫌な予感がする待たせたっていないあいつどこ行ってお？ 向こうに人だかり何かあったのかあって、倒れてるのってあいつ <noise> おいおい大丈夫か <noise> 意識がない <noise>。出血が多いし、脈も弱い。<noise> 誰か救急車呼んで 泣いてる子供あもしかして。目覚めたかよかった。あ,あの子ああ。お前が助けた子はかすり傷ぐらいで済んだよ。って、まずは自分の心配しろよ。 でも、他人のことを先に心配するあたり、お前らしい。まあ、そんなところに惚れたんだけどな。ほんと、無茶するなよ。心配した。あまりにも衝撃が大きかったから、記憶喪失になってる可能性もあるって聞いて、不安になった。 俺は医者だから、血は見慣れてるつもりだけど、お前の血まみれな姿はごめんだ。あの時は、出血が多くて焦った。本当に、助かってよかった。そういえば、お前が助けたこの親が、すごく感謝してたぞ。あ、ちなみにお前は当分入院な。 なんでって、そりゃそうだろ。事故にあった人が一日で退院なんて聞いたことがねえよ。安静にしてろ。ここは俺が働いてる病院だし、少しは安心だろ。最近、仕事も詰め込みすぎだと思ってたし、いい機会だ。病院でしっかり休んでろ。お前の会社にも連絡入れとくから。 病院にいる間は特別に甘やかしてやるよ動画見てくれてありがとう ASMR 動画は毎週金土日曜日に投稿しています気に入ってくれたらチャンネル登録してまた聞きに来てねバイバイ